持ってきてください。そんなこうこうこうじゃなくて、いろいろ方法があります。今から教える方法になりますけど、頑張ってください。これは精神的な分析みたいになることです。自分で吐き出すとか、いろいろいいところが入りますから、はい、よろしいですか。じゃあその辺から子供たちちょっとチェックして、その後はとっても良いことになると思います。特別10歳だね、はい、どうですか。楽しばっかりしてくださいって言ったら、私言ってるのは自分の持ってる力、あなたの持ってるものだけ出してください。私言ってる、これはナチュラルになる視線でね、この視線はもっと我慢による場合がありますって、私簡単で言えばですね、自分の力の視線で出せれば我慢より100倍がある、あると思います。でも我慢手つきましょう。私我慢が日本文化的な中で我慢イコール頑張るイメージじゃないですか。ですね、じゃない。頑張るイコール自分の力はちょうどまでに出す。私はちょっと違う、その辺。なぜ頑張るか危ないから、ストレスよって。ちょっと外して、頑張るイコール頑張るじゃなくて、自分の自然な持ってる力でイコール頑張る。それだけ変わってきてください。すれば楽しい人生。病気ならない。一生懸命もいい結果出すと思います。特別の恩人の中で、やっぱり一生懸命頑張ってる、性格的だから。だからあんまりいらないと思います。日本人の性格の場合は。やればできる、一生懸命頑張ってるから自分の中で、だから頑張るプラスはやりすぎ私は思ってます。そのやりすぎだけだったら私大丈夫、別に。だけど、やっぱり病気になるから。がんが多い、日本で。この頑張るのせいで。お金持ってる人とがん、ちょっとその辺が、お金持ってないだったらストレス止まって何かがんになりますとか分かりますけど、でもみんな楽の風になったので、なんでがんが多いって、やっぱり私ちょっとずっと考えて頑張って、やっぱり我慢ない、この我慢のことが出てくる。だからなんでやっぱり楽風になったら自分楽の人生もならないといけない。建物だけではない、いい電車ない、人生だけじゃない、やっぱり自分も楽になりましょう。同じレベル、日本のきれいな国のレベルで自分の人生も同じレベルになりましょう。 OK? よろしくお願いします。どうですか。ネガティブなことがポジティブに変わる、うん、ネガティブなことを自分のできる範囲内でちょっとずつ頑張っていけば、まあ、ポジティブになるっていうのも分かりますし、はい、でそれが逆に、ね、ネガティブなことを自分自身で嫌なこととか苦手なこといっぱいありますけど、うん、それをがあるってことをマイナスに考えないで、それをちょっとずつ乗り越えればそれは自信にもつながるんだなっていうことがよく理解できました、はい、それとですね、そのまだ自分の力っていうものをどういうふうに、うん、自分の中で捉えていいのかもわからないし、どういうふうに引っ張り出していいかもまだわからないんですけど、はい、その自分の力を信じるっていうことを、はい、もうちょっとコントロールしていけたら、はい、前向きに人生は明るくなれるのかなって感
感じました。素晴らしいと思います。ありがとうございます。あ、じゃあどんな風に出すと自分だけ出してください。自分の持ってるもの出してください。そのまま、日本人というか性格的には頑張ってる人、そのまま出して、もういい結果です。とっても楽になります。そんなストレスない。自分の持ってるものは、私言ってる外国人からの目で、日本人の場合は性格的には頑張ってる人。性格的に頑張ってる人だったら、力出せば、自分の力出せば頑張ることじゃないですか。そういう意味です。簡単って言うね。でも頑張らなしお願いします。もったいない。じゃあ我慢ダメね、お長いね、金融フィーリングダメね。自分できるものはできる、できないこともある。それの考え方入ると自分もすごい楽になるんです。フィジカルとかね、良くならないように、まだみんなやっぱり若いなのに良くならないように、ね、お願いします。どうですか、はい、やってきたらごめん。フィリングと願ってる考えは、うん、理解しました。うん、ちょっと確認というか質問なんですけども、はい、我慢という言葉の意味がちょっとわからなくて、うん、例えば、うん、健康な人が会社に行きたくないと思ったら、はい、我慢してでも会社とか仕事に行かない限りお金は入ってこないですよね。もちろん、うん、ね、でその我慢っていうのは無理しない程度はやらなくちゃいけない。違う、そんな我慢がダメよ。私は責任の自然な力と言ってる。責任イコール仕事行かないといけない、うん、普通通り頑張って、でも20時間が働かないでくださいとか、普通通り働いてください。これだったら働く中でね、例えば2時間で頑張りたいだったら2時間でオーバータイムとかなんとかね。だけど会社行かない、行かない、行かないんです。これ我慢じゃない。これは、責任じゃない人ね。自分の責任がある。自分の同じ、今まで同じ頑張る、同じライフスタイルでやってきて、ただ私言ってるのは、例えば朝であなたはすごいお腹痛くなった、もう本当にがもうすごいできない、病院、私だったら仕事行かない、病院行きます、先に。その意味です。もう仕事を送ってもなくても自分の健康が一番大事なんじゃないですか。今度あなたは我慢して仕事行ったら、今度はもう悪くなったらやめようさせようと思います。ごめんなさい、お疲れ様で、ごめん、あなた病気だから頑張って、本当お疲れ様でした、しかない、出ないと。なんで先生の言う、うん、無理をしないでというのは、例えばその仕事であったら嫌な上司がいたりとか、自分の嫌いな仕事だったら無理して続ける必要はないけども、うん、まあ自分のもし何かできる仕事とかだったら、そこまでは我慢とか関係なく、ちゃんと責任としてやりなさい。責任としてと我慢全然違う。責任が朝で、やっぱり気をいただいてないと生活できない。だから仕事は仕事、家族のために頑張らないといけない。でも私言ってるのは、他の人は仕事だったら1日で仕事欲しい、24時間。この人は何、この仕事、この仕事じゃない、人殺、私は思ってます。自分的に言うと、18時間働く人が何、どこ、社会上で。その人が出張よくはまず8時間以上がならない、少なくなりますよ。その後は8時間以上はどん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 血圧は上がりますよ。目がもつかれる、目のプレッシャーがあるから上に上げてる。ちょっとチェックして、この辺が、この辺が見ると健康のために、私言ってる、この辺の我慢しなくていいって私言ってる。一生懸命は決まってることしてください。でも自分の力、もしかしたらあなたの力、私より、例えばあなた1000ボルトある、1000ボルトでやってください。おかみさん、例えば5000ボルト持ってるから、じゃあ5000ボルトの仕事やってるから、じゃあやってください。でも今は500ボルト見してます。自分の力でどのぐらい以上私出さない。いくらあなたは1時間でも10万あげてもしない。健康は一回で健康が悪くなかったらお金食べないでしょ、ね、その意味です。でも次の朝早く来て、来なさい、仕事行きなさい、何か記憶は行きなさい、子供たちも大事にしなさい、これは決まってる。でも私、生活のリズムが、考え方だけ楽しいしよう、楽しいしたいだったら自分の自然で、異常じゃない。8時間決まってるだったら8時間働く、朝早く8時起きて、朝早く起きて、仕事を8時間の間で仕組み頑張る、仕組み 100% 出す、何でもします。これ以上がこれ人間のリズムだね。
って言ってる。仕事の場合だけじゃない。日本の方は間違ったところ、ごめんなさい、しょっちゅうあります。ベースリス的の考え方と人生のプライベートのライフはミックスしてます。ね、自分の重視しましょう。自分の場合は個人の人生が個人の人生で。自分のビジネス的なライフは別々してください。仕事は決まってることはありますからね。例えば朝早く起きて行きます。仕事行かないと行かない。行かないと行かない。行きます。スキニングのところは OK です。いいですか？これがもんじゃない。これは当たり前。自分の仕事に行かないと給料いただかない。働かないといかないことです。だけど、仕事の中で15時間が働く。ここは私は危ない。言ってるんです。自分の今までの経験としてはね、今あなたはもし15時間がボルト持ってるようになったら、力持ってるようになったら、私は。でも今度はビールがバーッ、これが私疲れた、言わないで。そして体が、ダメになるは言わないで。なぜならば当たり前みんな人間ですから力違う言ってるけど、でも健康のマジメントがあります。チェックがある。これ以上がモイティチファイアみたいされている。10時間以上が何があります。例えば走るが2時間先で2時間走ったら経過になりますですね。仕事もそうです。でもできるだったら OK。 でも今度ストレス止まってビールいっぱい飲んでるけど10ワンケースになるとかある人います。その問題ですね。一つだけ飲んでどうなりますか。体はいいこと、ビールは一本いいけど、でも一つの箱で多すぎですね。自分の体は重い。その辺ですね。バランス取るだったら重い、すごい、うん、何でもバランス取るとください。頑張ることがみんなの中で文化的ですから、じゃない。今までの人生はもう大丈夫です。20世紀になった場合は、日本は50年前は、今日本全然違うね。ですね。今楽の国になったから、前は50年がご飯なくなったって言ったんですけれども、今は楽の国になった。自分も楽してください。楽してて責任しないでください、言ってない。一生懸命頑張って、でも、スムーズが違う。リズムが違う。考え方も違う。それだけ。何でも頑張りしないといけないんじゃない。子供たちにもさせないでください。我慢のことがもうさせないでください。子供たちも意見が聞いてもらって、新しいの自分のことが聞いてもらって、何が欲しい、大事だ、何がしたい、させるじゃなくて、やっぱり合わせて、バランスも。でもずっと我慢しなさい、我慢しなさい、我慢しなさい、子供たちもやっぱり。かわいそうだから言いたいことありますね。聞いてもらってください、お願いします。この辺で。それの意味です。我慢のことはいいかどうかの問題じゃない。問題は私言ってるのは、考え方は危ないよって気づけてください。それだ。取りたい人にとって、もう頑張りたい人、自分頑張りたいと思ってるだったら、頑張って、でも今度病気になるときに私の話は思い出してね。ならないようにだけ。絶対ストレスがチェックして、インターネットで。ストレスは300以上の美容器を持ってくるんですよ。あなたは今元気。だけど、今の部分が15年後来ます。15年後とか20年後来ますよ。60歳の時は、他の人の60歳は違う。20時間働いた人と10時間働いた人、全然違う。体の健康とかなんて。これは気づきましょう。だけ言って。OK だったら OK。OK じゃなかったら別に。一応、基本的は N。ネガティブはプラス、どうすれば OK ですね。じゃあ今からシートが早めに教えてあげます。プレゼンスを大丈夫ですか。時間あと10分ぐらい大丈夫の人は OK。 じゃあ今から改善するのはとても簡単、すぐ分かると思います。改善する方法、これはイブシートっていうねコピーライトあるからイブシート、いいし。じゃあ基本的は苦手がグラスね、忘れないでください。お願いします。自分ならまず改善する方法は、これはイブスシートね、シート。あ、苦手とかありますね、私らしいね。大丈夫でも頑張ります。はい、イブスシートって言ったら、まずステージ1ね、ステージ1っていうね、ステージ1。
このシートを書いてください。簡単、先のシート見て。B N 1,2,3,4,5,1,000 まででもいいです。 1,2,3,4,5,6,1,000 まででもいいです。ここはボスで自分の個人ね、自分の自分のポジティブとネガティブを解く。これ吐き出すみたいになることです。自分のまず私ポジティブ高いやつも自分の良いところからスタートしてください。全部細かいで書いてください。1,2,3,4,5,1,000 でもいいです。何でも綺麗言葉は上手 OK、 メイクアップ作る何か上手 OK、 何でも細かいでも書いてください。ティーチャーじゃいいですか。アイオン上手だったらアイオン上手よ。なぜこれもっと自分の自信がなります。私いっぱい良いとか入ってるなと思ってる自分ね、心がすごいフルになりますね。同じでも正直で曲がしますね。自分のやっぱりこれ言ったらプライド持ってるとか、これ個人だから誰も見ない、個人的な人になります。いいですか。苦手なところも同じ力で正直で細かいまででも書いてます。同じやり方、ポジティブとネガティブ。これステージ1から、これ簡単ね、先ほど説明しただから。シートは2つ目がいきます。2つ目ちょっと違います。どうやって改善する、このタイトルはテーマになります。改善する、どうやって改善する、もちろん苦手なことね、変ね、苦手なことは改善する。例えば一番はコンピューター、例えばできない、そのまま一番がピックアップしてここに持っていきます。1そのままでコンピューターできない、そして改善する方法は自分で考えてください。1,2,3,4,100 でももし方法があれば、例えばコンピューターのクラスに行こう、友達は上手だから学ぼう、何か改善する方法まで決まったら100でもいい、1000で行ってください。1番変わって2番ピックアップしてここに持ってきます。その後は続きます。3番4番5番終わるまで、どうやって改善する、自分でね探した、言った自分の方がもっと赤い痛みとか改善する方、先の風の質問だったからどうしますか。そして2番持っていく、ビカープして、そして3番ビカープして、線引いて線引いて線引いて、いくら1枚、これは吐き出すみたいなことになる、精神的な分析セラピー、新しいの自分でやることはなると思います。自分のことを自分の神になりますから、神、自分の前の神になるから。ですから2,3ビッグアップして100、自分で書いたまで考えて、時間がゆっくり決まってない、自分で時間楽、私いつも楽の方法を探して、なぜここに時間決まってるだったら考える時間で逆にストレスもあります。いやいやになるかもしれません。ゆっくり2つでもの改善の方法だけを持ってるだったら1つでもいい、1個だけでもいいんです。自分の力で一生懸命正直で出してください。これ全部自分の考え方、そして誰も見ない日本人らしくの考え方は合ってると思います。プライバシーが気にする OK。 でも1つだけこうなると
スタートでね、スタートでいいだけ決める。例えばコンピューターできない改善する方法はクラスに行く。いつ、例えば5月30日スタートでだけ決める。なぜスタートで、自分の生まれる、自分の新しい希望は生まれる、自分のやりくでってくる。でもエンドラインがない、締め切りが日はない。1ヶ月でもいい、明日まででもいい、来年まででもいい。なぜ、先ほど言ったように締め切りが決まった場合は今度我慢になります。やらないといかない、一生懸命この日までやっぱりしないと何じゃないです。締め切りはオープン。改善した時にあなたは締め切りを変えてます。自分で、自分の力で、来月でも再来月でも来年でもいっぱいありますから、苦手なところが。そして順番決まってない、もしかして10からスタートとか5からスタートとか1からスタートとか、自分での力、全部自分で決める。この考え方、スタートデーの場合は自分で新しい歩きの出会いです。じゃあ頑張ろうみたいになります。ナチュラリズムになるね。締め切りはなぜダメなのに、先で言った、いやいやなろう、そして我慢の道になる。最後で、例えば私はロックの苦手とこがあって、でも4つだけ私改善しました。例えばね、最後に4つだけ改善したら 40% イコール 100% です。思ってます。全部しないといけない、まだ我慢出てきます。全部 OK だったら、おコンプリートすごいじゃないですか、マジだけど、もしかしてなんとなくやってもやってもできない。その時は私の、作った結果は私の 100% の力です。でしょ、一生懸命頑張った当たり前のことになります。自分の 100% を持ってください。あるチャンスがある、この2つまだやりたいだったらカウンセラー相談しながらまだ。でもやっぱり最後で私言ってる、やってもやっても最後でできなかった場合はやっぱり最後で、やっぱり人間はできないものありますね。できないもの、はい、このセンテンスはできなかったことは書いてください。その意味です。できることもある、できないものもある。そしてこれ、この簡単と言えば 40% だったら100、そしてあと2つ残ったのはやっぱり前に、人間はできないものがありますね。人間だから、本当簡単と言えばできることはやってた、できないこともそれだけちょうどいいのあります。このシートになるとすごく精神的、自分の精神的な分析になる。自分ですごい、自分のことはワンノートで書いたのは素晴らしい、ポジティブな言葉、いいですか。ここまでは笑ってないよ。終わった時にポジティブのことは増えてきますね、言ったね。1、2、3、ここは5になるでしょ、6になる。その時は含めてどうやってアップになることは考えないといけない。